お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらゴブジェイスパーキーエリババレイジ型でやっていきたいなと思います。でトロがねめちゃくちゃ沼ってたのが無事ね抜け出して今74到達というわけで、今日はスパーキーでトロ上げやっていくんですが、今季もあとね10日、ないぐらいになりましたね。ロングシーズンというわけで、マジ上は85ぐらい行くのかなぐらいね伸びそうですね。なのでちょっと皆さんもね最多更新目指してちょっと頑張っていただきたいんですが、僕はねこのゴブスパマザニク三角型でね今すごい使ってるんですが、このマザニク三角別パターンもあって、エレキプラスのメガゴですね。はい、エレクトロウィザード、マザニクオアエレクトロウィザード、三角オアメガゴで、まあ、マザリクだったらサンガゴで、エレキだったらメガゴっていう、まあ、組み合わせがね、よく使われてるんですけど、まあ、どっちもどっちでどっちも強いし、みたいな。そこはね、好みだと思うんですよ。好みですね。本当に好みだと思います。なので、使いやすい方をね、使ってもらえればいいんですけど、さあ、よろしく。エルシオプです。中国一、中国ナンバーワンプレイヤーでございます。いやー、来ましたね。毎朝。さあ、ザップ、エルシオープはね、よく陸で攻めるデッキがうまいんですよ。神器デッキって呼ばれる。だから、そうですね、ヒースピーエリババーとか、ヒースピーラムとか、ちょっと待って待って、もしかしたら、あなたも、ですか？エルシオープ様。もしかしたらあなたも、僕と同じではないでしょうか、これは。いや、可能性はね、9割ぐらい、もう、ミラーっすよね。あ、もしかしたらこのマザネク三角がエレキメガゴの可能性もありますね。ですが、形自体はね、全く一緒だと思いますね。いや、これはね、どうだろうな。何が勝敗を分けるだろうな。よくあるのは、スパーキー出して、逆サイドにゴブジャエリババとかで攻めるんですよ。で、スパーキー、なんかこう両サイド攻めみたいなね、スパーキーの前につけないのがよく見るんですけど、まあ、ミラーだったらつければいいか。これやばどうする。スパーキーはやってもいいけどね、やる必要ないもんなね。相手これもうお互いさ全部無視のフルキング行くのか、それとも守ってさ守って1-0で勝つようにするのかですよね。どっちもできるんですよ。スパーキー出して、まあ、逆サイリババとか来たらねゴブジェで釣れるんですけど、どうだろうな、もう完全無視してキングまで降り行くか、守って1-0で勝つか、まあ、スパーキー出してから考えますねいや多分っていうかもうレイジだったからほぼ確でしょ。これで違ったらまあびっくりですけどね。スパーキー出しちゃおう。チキン、うわ、美味しい、これ。これ美味しくて、めちゃくちゃ美味しくて、ここで、あとは逆サイド行く勇気がいると思うんですよ、僕。で、逆サイド行って、もうブッパなんですよね。で、あのスパーキーとかもういらないんですよ。どうでもいいんですよ。で、ブッパで、もうザップとかもしてあげて、ブッパ、オッケーオッケーで、このスパーキーは無視できるんですよね。オッケー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 。相手が三角咲いたからな。相手が三角咲いたから。で、この豚はスパーキー出したら逆サイに、まあ、ゴブジェイ三角系が、まあ、来るかなと思ったんですけど、これもヒースピで回復してあげてね。やばい。相手の、オッケーオッケー。お互い回復。よし。いや、チンパン対決制したぞ。いや、でけえ。さあ、エルシオープ様ですね。エルシオープもまあ、スパーキー使ってんすね。まあ、うまい人ですね。いや、でかい。これはね、スパーキーがなかったら、たまたま、レイジザップヒースピ回しても、スパーキーがもし一番最後だった可能性があるんですよ、エルシオップが。それだったら、まあ、神ですね。ほんともう手札で勝ったみたいなもんですね。三角出したからな。あの三角がね、だって、スパーキーを回すようだったのか、スパーキーを持ってて、とりあえず咲いたのがですね、持ってるのにとりあえず咲いたなら、まあ、それはもう、ね、エルショープ、悪いけど、たまたま8枚目だったらね、紙初手で勝ちましたね。で、ラッキー勝利ですが、なんか、よくみんな逆サイ行くんですよね。うん、同サイ行っても、なんか、スパーキーで結局、みたいな、スパーキー残ってどうにもできないみたいなことがよくあるのかな。どうなんだろうな。
マジ上手い人はみんなスパーキーの逆サイにゴブジャイエリババとかゴブジャイサンガゴとかしてるイメージがあります。よし、さあホバリング、日本の方ですね。ラバーか親衛隊ラフグですね。さあザップでね、僕は基本的にこうなんかスパーキーからやっぱ入りたいっすよね。まあエリババぐらいならいいかもしれない。さあマザネク、マザネクオーバー親衛隊ラフグのザッピーが、あれ4番目ザッピーがマザネクか LSP がマザネクになってるやつだと思いますね。さあ魔女ホバ嫌です。まあまあまあ、あれ、ああそうですね。じゃあ LSP が入ってないやつでファイボ、あファイボ、ファイボタルババをファイボヤンにしたって感じかな。さあこれはでも両サイカウンターなるけど、親衛隊で両方受けられるとかだとちょっと嫌っすよね。親衛隊出さねえんだな。これエリババが化け物、化け物で、ここはまあ魔女でもいいか。エリババのちょっと受けをしたいのと、ホバをタゲ取っちゃえ。おっ、曲ナイスナイス、いいいい。まあちょっと受けちゃうんですけど両サイ。よし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 、あれ待ってよ、エリババ親衛隊、親衛隊がエリババになってんのか。かワンチャンあれか、あのマザネクホバザッピー、あれかもしれないです。メガナイト、あそうです、メガナイト出てきてるね。メガナイトとか言いながらメガナイト出てきてたんですけど、メガナイトロイホグのやつだ。ホバリング魔女、最近マジで見ないですねこのデッキでも。すげえ。ってことで矢の雨だったんで三角いらないっすね僕。もうゴリラして走ってヒースピもね添えてあげなきゃ。いやいいいい雑費受けだけど、いや強い強い強い、走れ走れ走れで三角を使ったから、あ三角じゃ矢の雨使ったから三角追加して、まあ、裏にエレババ当てられるかもしれないですが、いやこれはいきましたね。あれでしたね、メガナイトの方でしたね。最近マジで見ないですね、メガナイト雑費エリババ。すげえな、多分この人しか上がってないぐらい、なんかそんな使われてない気がしますね。結構そう、これゴレとかがきついんですよ、大型が意外とね。まあだからゴレエリジャイがきついから、それ用にね矢の雨にしてる説もありますね。いやいいね、待って75いける。急に急にマジスパーキーにしてからバカトロ上がってますね。いやいいね、いい感じだ、いい感じ。よしよしよし、しかもこのマザネクサンガゴだと、あ枯渇とかやっぱ結構きついんですよ。で、あの意外とこのマザネクの思ってる豚で枯渇に戦えたりするんですよね。いや待って、やべえ、やられた、ちょっと待って、日本のことや。ハシマエスピバレル全然、いや反応ジジイだったな。マジか、痛え、これでこんだけ削られるのはちょっと痛いですね。まあでもこのマザネクがねやっぱ豚にするので意外と戦えたりするんですよね。ロケ来んのかな。さあまあこれはもうブッパっすね、インフェですね。しかもさあインフェにまあザップを打ちたいですけど、まあギャングとかもいるのでね、どっちにザップ打つんだいっていうところですよね。で防衛でゴブリンバレルにザップ打たないのが、まあ基本というか鉄則ですね。マザネクだったりサンガゴで守って、カウンターでの攻めでね、相手のインフェだったり、まあ、エリババにね、エリババじゃねえな、ギャングかにザップ打っていきたいよねっていうのが大事なとこですね。さあ相手のあのプリン僕泣きたいっすよね、マジで。よいしょ、まあでも絶対勝てないってわけではないですからね。よいしょ、さあ豚にしてもらいつつね、時間を稼いで、これ端前6コスエリババ行けたら熱いけどな、さすがに無理か。大体このプリン回るの早いっすね、いいプリンだ。まあでもこれはちょっとエリババが優秀すぎる、エリババが優秀すぎる。ナイト、いや豚になったらもっと熱かったな。まあこれ3コスアイスピバレルとかされて4コスか。大ピンチになりそうだけど、どうなんだろう。いやーいいね、うわいからね、魔女とエリババがやっぱ強えんでね、そこで耐えれる。もう今スパーキー1回出したか、1回出したぐらいで別に大した活躍もしてないぐらいか。これロケ来るかな、
いや、ロケ来ましたね。いや、さすがに当たるか。今の当たんないはないっすよね。まあでもこういうのでもうね、ご利用していいと思うんですよね。よしよしよし。こういうぐらいゴリゴリいかないと、なかなか突破できないんでね。さあ。もう防衛ですね。で、まあ、インフェア置かれるんですよね。なんで、インフェアもしょうがないっす。突破できないっす。なんで、もうインフェとか無視してゴリル。で、ザップ。ザップだけ構えてね。いや、いい。いや、ザップ構え、いや、まあ、じゃないっす、ないっす。これ、三角使ったから、でも相手のロッキーで終わるかな。ロッキー打ってこれ耐えれないのかな。これ、ロッキー間に合わない説ある。ハシマエプリンギャング。え、来た！勝った勝った勝った、熱い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 。この、マザネクが強いですね。マザネクがでかい。あと、奇跡の三角ね。やけやけやけ、やば！待って、7号来たな。バカ調子いいぞ。7号来たっすよね。しかも、エルシオブと、もう日本の猛者たちをね、しばいてる。あっちいな、スパーキー。これ、まあ、負けるデッキって言ったらやっぱコカツとか、まあラバーが安牌ですかね。マザネク三角なんでね。くらいかな。まああとはまあ何にでも、何にでも負けそうではある。クロスだったり、なんだろうな。まあまあ。幅広く負けそうではあるけど、幅広く勝てそうっすよね。エリママとマザネクいれば。いやー、あっちいな。マジで沼ってたんですよ。あ、カーピっていう、まあ世界一のペッカ使いですね。ペッカ工場世界一です。でも最近日本の人もペッカバカうまいんですよね。そう。いや、これ、まあスパーキー合わせるんですけど、エリババの方が良かったかな。だってゴブジェイつけれないじゃないですか、このスパーキーの前に。どうなんだろうな。つける必要なかったな。ザップ？ああ、うまいね。これちょっとぶっぱっすよね。あ、防衛ポイズン使ってくるんだよな、ここに。うわ、すげえ。わ、すげえ防衛っすね。マジか、エリババを防ポイと、工場ババで溶かすんすね。え、ちょっと待って、いい、受けすぎんね、なんか普通、ペッカとかさ、そういうので受けてくるじゃん。マジか、今のいい受けだな。あんな受けの方法あるんだな。ちょっと待ってよ。感動してる。相手の受けが良すぎて。工場も防衛で使ってきましたから。いや、ナイス。で、これまあ、マジアチャとかでまた回収されるのかな。で、この斜めの角度をね、このちゃんと、なんていうんですか、エリババ居抜いたら、そのままマザネコ居抜けるようにのいい角度ですね。もう、工場ババはもうね、攻めというよりはもう、ガンガン防衛で使ってますよね。さあ、まあ、これぐらいは受けてもいいっちゃいいけどな。いや、これまあ全然ありますね。スターキーのゴブジャイエリババレイジで追加3が5できれば全然勝てると思うんですけど、いや、このゴースト正直美味しいな。強要します。完全強要です。ザップ打たれてもいいです。打ってこ来たら美味しいですね。打ってこないです。なので、で、ユーノからのペッカなんかいろいろされそう。マジアチも厄介っすよね。あの、でもレイジぶっぱして、エレキ踏んでくるんですよね、ここ遅れて。エリババナイス。事故れ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 。いや、事故んねんだよな。受けがうめえの。いや、これはやばい。これやばい。守れないんで、ここはちょっと。いや、今のね、エレキのあのタイミングバカ綺麗っすよね。よし。さあ。あの、マザネ、あの、マジアチャを突破するために、こっち行こうと思ったんですけど、工場釣りが来るかもしれない。いや。あー、棒っぽいな。棒っぽい強えぞ。で、ここで、右サイドにとか、待って、うわ、ザップってワンちゃった。いや、くそ !380 か。いやー、なんか、ザップってばさ、エリババもう一発ぐらい殴った説あるっすよね。いや、そしたら、落ちてて、2700と3500のスタートだったんですよ。いや、あんちゃったな。悔しいな。まあ、なんかやっぱ、スパーキーの同サイド攻めもだし、スパーキーの逆サイドのね、
構五分試合だったり最後のリーブオーバーの攻めとかも多分大事になってくるんですよね。いや勝てそうだったから悔しいんですけど、まあちょっと今日はね一旦7号いけたんで、ここまでにしたいなと思います。よければね皆さんもこのスパーキーね、マザネク3号エレキミカゴ型でもいいです。よければ使ってみてくださいというわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。